こんにちは。国語を教えている永井と申します。よろしくお願いします。今日はですね、この塾のスタンスみたいな話をしようと思うんですが、この塾の指導ではですね、必ずこう質問に対しては質問で返すということをしているわけですね。これなんでかっていうと、こう答えをそのまま教えてしまうっていうのは、なんかこう別に先生じゃなくたってインターネットで調べれば大体出てくるしっていうのが多いです。それよりはまず個人個人生徒たちがその質問っていうのは、例えばどういう質問なのか、なぜ自分がそんな質問をしているのかっていうようなメタ的な視点であるとか、あるいはその質問からもっと派生していろんなことをこう考えてもらうとか、そういうことの方が重要なんじゃないかっていうふうに考えるわけです。で、まあ、その質問を質問で返すっていうのを一言で言うと、なんかどういうことなのかよくわからないかもしれない。ここでいいちょっと例があったので一つご紹介しようと思いまして、こちらマザークルスね。まあ、言わずとしていたこのイギリスの何でしょうね、童謡みたいなものを集めたものなんですけど、これはあの北原白秋先生が訳されているものがありまして、この中にちょっと面白いのがあったので一つご紹介いたします。ね、田舎っぺ、田舎の人、ね、田舎っぺがこう質問をしたわけですね。田舎っぺのお尋ねだと、イチゴが何本海にあると、ね、まあ、あの何を言ってるんだこいつはと思うかもしれないですけど、まあ、イチゴがこの海に、ね、どれくらいあるんですかっていうことを質問したわけです。まあ、わけのわからない質問なわけですけども、これ例えば皆さんだったらこれをどう答えるか、ね、まあもうそうですね、基本的にゼロだとねえよみたいなのが、まあ、普通の答えだと思うんですが、じゃあこれに対してどんな質問をするか、それで、まあ、相手が自分の質問がいかにこう間抜けであるかってことを悟らせる、こういう見事なやり取りだったんで、ちょっと次見てみましょう。そうですね、うまく返事をしての許可、の許可っていうのはのけようかとですね、の許可、何匹ニシンが森にいると、こういうふうに相手に返したんですね。わかるでしょうか、どういうことか。ニシンっていうのは、まあ、あの魚の名前なんで、別にまだイワシでも何でもサメでも何でもいいですけど、何匹ニシンが森にいるっていうふうに聞くわけですね。まあ、当然これいるわけはないんですよね。だからこれもゼロとかいないとか、そういうことになるんですけど、これを相手に聞くことで、相手は例えばじゃあ、いないんだみたいなことを気づくわけです。ということは自分のこっちの質問の答えもそうなんだなみたいな。こう、無理、なんだろうな、不条理なことを聞いているってことを、こっちの不条理な質問によってメタ的に認知をさせるっていうのは、こう見事なこのやり取りなんですね。これで、まあちょっとこう、何でしょう、質問に質問で返すっていうのもいい面白い例だと思ったので、ちょっと一回ご紹介いたしました。はい、以上でございます。